押すと離れて、で力を緩める。いった、いったぞ、いったな。温まってきたらすかさず、明らかに大きさが一回り小さい。これはやる価値ある加工だと思うんですよね。おお、こんばんは、すくまです。今回ご紹介するのはこちら、マイクロトレインズから発売されている KD カプラーです。現在貨物の専用線レイアウトを作っているんですけれども、貨車と機関車の連結開放を自動でやりたいなと思いまして、今回 KD カプラー、マグネマティックカプラーを購入してみました。自動で連結開放って聞いただけですごくワクワクしますよね。運転の幅が広がると思うので頑張ってやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。KD カプラーはいろんな種類が出ているんですけれども、今回はですね、思い切って Z ゲージ用の極小タイプを買ってみました。220分の1スケールというだけあって、部品一個一個がめちゃくちゃちっちゃいんですよ。ねえ、ちゃんと説明書通りに組めるかなという不安半分、期待半分というところです。それでは早速開封して組み立てていきましょう。これ1セットで4個分のカプラを組み立てることができます。おお、あぶねえ、なんかネジが入ってますね。ネジは裸で入ってんのか。部品を並べてみました。カプラー本体のランナーが4つ分と、ちっこいネジが4つ、そしてスプリングが2種類と、あとは開放させるピンが入っております。アメリカの製品ですので、当然説明文は全て英語でございます。でもね、単語一個一個読んでいくとなんとなく意味は分かりますし、図と照らし合わせながら作っていきたいと思います。カプラー本体の加工から行っていきます。左側のフックの部分を削れという指示がありましたので、ヤスリで少し削って平滑にしていきます。そしたらニッパーでパーツを切り取っていきましょう。カプラーポケットもちっちゃいな、これ。カプラーポケットの下につくパーツなんですけれども、お尻に少し出っ張りがあるので、この部分をカットしてあげます。続いては連結器本体にちっちゃい穴が開いてるんですけれども、この部分にトリップピンを差し込んでいきます。ちなみにトリップピンっていうのは、線路に設置されたマグネットに引き寄せられて連結器を開放させる役割を果たすんですけれども、少し長さが長い方を上にして差し込んでいきます。これは細かいなぐっと押し込んであげましょう。はい、ピンが差し込み終わりました。そしたらもう片方のカプラーパーツを差し込んであげますと、おお、やっとカプラーの形になりました。いよいよカプラー本体を組み立てていくんですけれども、その際にあると便利なのが逆ピンセットです。普通のピンセットは押すと物を挟めるようになってるんですけれども、逆ピンセットの場合は、その名の通り押すと離れて、で力を緩めるとパーツを挟めるような構造になってます。カプラーポケットの中心をめがけて本体を差し込んであげて、先ほどの逆ピンセットで根元の部分を挟んで固定してあげます。ここからが一番の難所なんですけれども、後ろ側に少しね、くぼみがあるんですよ。その部分にちっちゃいスプリングを入れて、さらに蓋をするというね、非常に細かい作業が待っております。だいぶ前ですけど、 N ゲージ用の KD カプラを組み立てた経験があるんですけど、その時にスプリングを何度も飛ばしてしまってなくしましたので、慎重に、わー怖い、わーどっか飛んでっちゃいそうスプリングを入れたらすぐに固定したいので、尻尾の部分にあらかじめゴム系をちょっとだけ塗っておいて、さあそれでは行きましょう。うわー、これはいけっかな。あー怖い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 、わー、お、いけ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 、お、お、いったいったぞ。いったらすかさず蓋をしないと、蓋を向きをよく確認してかぶせまして、でもってギュッと押し込んであげれば、やったー、できましたよ。しかも一発で成功しました。めっちゃ嬉しい。カプラーをちょっと引っ張ってみましょうか。ね、バネの力でビヨンと戻るんですよ。いや、いいですね、やったわ。せっかくだし、ホキ800に KD カプラーの N 用がついてるので、それと大きさを比較してみましょう。どうでしょうか。ね、明らかに大きさが一回り小さいのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。ちなみにだけど、 N と Z は連結できるのかな。あ、普通に連結はできるんですね。互換性はあるということです。
続いて加藤のナックルカプラー車間短縮用と連結させてみましょう。おお、いけたいけた、これも連結可能です。加藤カプラー N はどうでしょうか。いけるかな。お、あら、いける、あー、いったいったいったいけましたね。続いて新京カプラーっていう TN とか加藤カプと連結可能な万能カプラーなんですけど、おお、いけましたね、新京も OK です。最後、多分無理だと思いますが、TN カプラ密自伝型とはどうでしょうか。あ、これはさすがに無理だね、うん、これやめといた方が良さそうだな。一応これで完成ではあるんですけれども、万が一接着剤が取れて分解しちゃうともう取り返しがつきませんので、念には念を入れて後ろの部分を焼き潰します。まずはチャッカマンでマイナスドライバーの先っちょを温めていきます。だいたいいいかな、温まってきたらすかさず後ろのところをジュッと、同様に前の方もジュッとやってあげて完全に固定させてあげます。おー、溶けてきた。結局一部ハンダごと併用しながら溶接作業を終わらせました。もうこれで分解の心配がなくなりました。結構ね、熱を加えないとプラが溶けないので力加減は必要です。それでは組み上がったカプラーを車両に取り付けていきます。ポポンデッタの黄色いタンク車をやっていくんですけど、ちょっと車高を下げてあげまして、うん、適切な位置にカプラーが来るようにしてあげます。車高が下がれば見た目的にも、うん、プロポーションが良くなると思うので、これはやる価値ある加工だと思うんですよね。カプラーポケットが邪魔なんで切り取ってしまいます。よし、これで外れました。右側の車輪の先端に付属のスプリングをかぶせてあげまして、これをうまいこと押し込みながら台車に戻していきます。よいしょ。ちっちゃくこの部分にスプリングが入っております。これで多分カプラーとのテンションの調整ができるんだと思います。説明書にはリア後ろ側にスプリングが来るようにしてくださいって書いてあるので、その向きで組み立て直していきます。スプリングが後ろ側に来るように、だからこうか、車端から 2.5mm の位置に穴を開けていきます。そして冒頭の開封シーンでなくしかけたちっこいネジで固定していきます。よいしょ、細けー。というわけで一箇所取り付けが完了しました。いやー、こんなにリアルで連結開放ができるっていうのは素晴らしい製品ですね。左は加工前で、右が加工後なんですけれども、車高が下がるとやはり引き締まった印象になります。さあ、残りのカプラーもどんどん組み立てていきましょう。確かに細かいですけど、慣れてしまえば、うん、なんてことはないと思います。うん、完成品も出てるのでそちらを買われても全然いいとは思いますが、ね、あの組み立て式の方が安いですので、ね、かなり高価な商品ですので、まあ、自分で組み立てるあの練習にもなりますんでね。今作っているレイアウトは貨物船で非電化区間ということで、入れ替え用のデイリージュが一番似合うかなと思って選択したんですけれども、あ、外れましたね。スノープローとカプラーが外れました。そのまんまだとカプラーの高さが合わないので、瞬間接着剤でプラ板を貼り付けて調整してあげます。ぴったりはまるかな。よいしょ、お、いい感じいい感じ。そしてまた端っこから 2.5mm の位置に穴を開けてネジ止めしていきます。で、スノープローを戻してあげれば、よし、完成です。カプラーの高さはレール面から 3.9mm にしてくださいっていうふうに書いてあるんですけど、レール上面からカプラー中心までの高さを測ってみますと、だいたい 5mm ぐらいになってます。定位重も高さが揃っておりまして、だいたい 5mm ぐらいになっております。まあ、自分の鉄道の中で高さが揃っていればいいということなので、うん、僕はこのぐらいの高さで良しとします。よし、これで役者が揃いましたので、いよいよ連結解放できるかどうか試してみましょう。窓際の貨物駅にデイリージューと滝を置いてみました。これから自動連結の試験を行います。さあ、それでは頼む、ちゃんと連結してくれ、お願いします。はい、おーおーやっだー、ちゃんとうまくいきました。連結がうまくいったので開放のテストもやってみます。線路にネオジム磁石を埋め込んだんですけど、これの詳細は前回の動画をご参照ください。ではまたノーカットでお届けします。まずはちゃんと連結できていることを確認しましょう。うん、ちゃんと連結できますね。それじゃ磁石の上に連結面を動かしていきます。よし、
これで機関車を反対側に走らせると、おー、やったうまくいった。普通に解放ができたところで DU 遅延解放に挑戦してみようと思います。具体的にはマグネットの上で一回解放させますよね。でそのまま機関車で押していって任意の位置に貨車を留置して、でそこの位置で解放して機関車を戻していくという動きになります。それではやっていきます。これはね結構難易度が高いので、線路の状態が良くないとうまくいかないんですけれども、まずちゃんと連結できることを確認して、そしてまた磁石の上に置いていきます。ノーカットでお届けします。これで OK だな。これで一回ですねちょっとだけ戻すんですよ。ちょっとだけ機関車を戻して、でそのまま押していくと、で押してこの辺でじゃあ誘致しましょうか。で機関車を逆に動かすと、できたね、できましたね、遅延解放、素晴らしい。これでマグネットがない位置でも解放が可能になります。何が起きてるかというと、すっごい分かりにくいんですけど、連結器をよく見ていただくと磁石に近づくと上に上がるんですよ。わかりますかね。ちょっとだけ、ね、引き寄せられて上に上がっていると思うんですよ。逆にデイジュの方は下側に引っ張られるの で双方にこういう力が働いてマグネットで解放できるんですよ。三脚を真上に置くわけにはいかないので、ちょっとカプラーが奥まってるんですが、なるべく分かりやすいようにやってみようと思います。また DU をやっていきますけれども、で将来的にここには踏み板がつく予定なので、まあ、磁力の調整とかをねしようと思いますが、よいしょ、というわけなんですよ。踏み板がつくと磁力が弱くなるので、ちゃんとね連結解放できなくなる可能性もあるので、ちょっと1回 1.5mm のプラ板を置いてテストしてみましょう。それではいきます。踏み板がついているところにカプラーを動かしてあげて、よし、おお、あ、ちゃんといけるね。 1.5mm でいけるから、全然大丈夫そうですね。でそのまま遅延解放もいけるかな。大丈夫ですね。よかったよかった。踏み板をつけた状態で走らせて、で走ってる途中に解放しちゃう可能性もあるので、それも試験してみましょうか。ゆっくり走らせていきます。おお、このぐらいの速度なら大丈夫ですね。じゃあかなりゆっくりな速度で走らせていきます。どうだろうな、ここまでゆっくりだと解放しちゃうかもな。あ、大丈夫だった、大丈夫でしたね。あ、いけたいけた。でもちゃんと磁力は効いてるかな、効いてるよね、さっきも確認したから。プラ板 1.5mm ぐらいでちょうどいいかもしれませんね。実はですね、 KD カプラーが家に届く前に線路を敷いてしまったので、まあ、ライブに間に合わせるために敷いたんですけど、もう絶対この後磁石を外すことはできないんですよ。なのでね、もし連結解放ができなかったらどうしようかと思いましたが、いや本当に良かったわ。というわけで今回は N ゲージで自動連結解放に挑戦してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。今後も皆様の制作に役立つ情報を随時アップしていきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。こちらの貨物船のレイアウトを作っていく中で、動画のコメント欄とかに自動連結解放をやってくださいというですね、コメントを書いていただく方が結構いらっしゃって、なんとかその期待に応えたなっていうのもありましたし、それね、応えるだけじゃなくて自分自身の欲求、リアルな小型のカプラーでちゃんとリアルな連結解放をやりたいなっていうのがありましたので、その両方をこのカプラーで達成できたっていうことで非常に満足しております。N ゲージで自動連結解放する方法はいろいろありまして、例えばアーノルドカプラーだったりナックルカプラー、そして N ゲージ用の KD カプラーもあるんですけれども、今回ご紹介した Z ゲージ用の KD カプラーはおそらく機能性と見た目両立されてるっていう意味では最高峰の製品なんじゃないかなというふうに実感しております。まあ、もちろんお値段も最高峰なんですけれども、一度買ってみる価値はあるっていうふうに自信を持ってお勧めできる商品です。今回の動画を撮ってて感じたのは、カプラーをちゃんと組み立てるっていうことにも増して、
磁石を強力なものを使うっていうのが結構重要なことだなっていうふうに思いました。今までは N ゲージ用の通常の磁石を使っていたんですけれども、やはりですね、ネオジム磁石に変えてから成功率は圧倒的に上がりました。っていうのは磁力が強いからなんですけれども、逆に強すぎて走行中に解放しちゃうっていうそのリスクを考えてたんですが、先ほどもテストしたようにプラ板をかぶせれば低速でも通過できるってことが証明できたと思います。ですのでもし皆様もですねいいなと思いましたら、ダイソーとか行く機会あったら買ってみてはいかがでしょうか。実は手元にはまだ4セット分ありますので、他の機関車とか客車にも組み込んで本線系統の列車でも駅での着回しシーンとかもやりたいなっていうふうに考えてて、妄想はね膨らむばかりなんですけれども、まずはレイアウト制作をどんどん頑張ろうと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。すすくまでした。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。